高津由美ですうわーすごいすごいねえこれって運命だと思わない私あなたと出会えて本当に幸せよよくぞ聞いてくれました年齢なんて関係ないパーッと花咲かせられるかどうかは自分次第ってことよ私今が一番楽しい 私は妹を探しているの。十年前の内乱で離れ離れになっちゃってね。死にそうになっているところを大佐に拾われて、軍にいるってわけ。この国の幹部連中は腐ってるけど、人探しをするには、軍に身を置いといた方が何かと便利かと思って。大佐に恩もあるし。それがなかったらまあ、私も革命軍に入ってたかもね。 お姉さんの話を聞いてると、僕も一緒に旅をしてるみたいなんだ。僕は足が悪くてこの街から出られないけど、一緒にたくさんの景色を見てきた気がする。ねえ、今日はさ、この前言ってた大きい港のある街の話を聞かせてよ。俺、この世界で生きる。約束したんだ。 兄さんと弱い自分には絶対負けねえ兄さんの分まで生きてやるんだあらここまでよく来たわねこっちへいらっしゃいここでゆっくりしていくといいわ <laughs> なんて言われるとでも思っているのかい がやってきたよ好きにやっておしまいコールマンのツーバーナーを彼は黙々とセッティングしている彼女はデッキチェアとディレクターズチェアを水辺に向けて並べる月明かりが二人の影を砂の上に落とす今夜の月は本当に明るい 時折雲が月を隠すその度に辺りに闇が訪れ青く透き通る炎バーナーのブルーが闇の中で際立つ問題です世界最高峰の山エベレストの別名は 1. キナバル 2. アルプス チョモランマちちちちち正解はチョモランマ中国ではチョモランマネパールではサガルマータと呼ばれているよ に貸してごらんほらできたやってみるマジやってみためっちゃテンション上がる <laughs> <laughs> せーなあっち行ってろあっちですね分かりました点検したら部長に報告しますお父さんお母さん これまで育ててくれて、ありがとうございましたこーら、危ないからダメあなたからもガツンと言ってやって子育て卒業自分たちの時間を楽しみましょう。楽しい思い出がたくさんよこうして振り返って笑えるのは,はん どうに幸せなことね。